はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。みつです。第8回目のモンスターハンターポータブルサードの実況を始めます。よろしくお願いいたします。前回はですね、陸の女王リオレイヤに挑みまして、で無謀にも狩猟笛で挑んでしまったため、一落ちしてしまいました。はい、ひどい結果でしたね、あれは。で、まあ、一応つましたんですけれども、無事にリオレイヤを、狩猟することができたので、村長クエストの、星4つ、レベル4ですね、のクエストも受けられるようになりまして、で、今回は、前回これですね、今回はこちら、砂上のテーブルマナーということで、ハプルポッカ1頭を狩猟しに行きたいと思います。で、武器なんですけれども、今回はスラッシュアックスという武器でいきたいと思います。こんな感じです。ワイルドアックスカイみたいな感じです。みたいじゃなくてそうなんですけど。攻撃力120ということで、防具は前回と同じでバイク装備でいきたいと思います。で、ステータスはこんな感じです。うん、まあ、スラッシュアックスという武器はモンスターハンタートライというWii のゲームから出た武器です。前回の狩猟笛と同様に、あまり使い慣れてない武器です、正直。もう前回のね、敗北があるというのに、こうやってまた使い慣れない武器でいくもんだから。さあ行きましょう。そろそろアイルの防具も変えた方がいいですかね。ちょっとユクモとドングリじゃ弱いかな。今回は落ちないより頑張ります。もう、さあ来ました。そういえばサハラでここまで来るのは初めてですね、実況では。おっと、来ました。これがハプルポッカですね。おおおお、パカーン。あら、まあ、さあ行きましょう。違う、あっちか。ちょっと見失いましたね。それい。そしてなぜ爆弾を持ってきているかと言いますと、それい。うわお。こういうことです。まあ知ってる方ね、多いと思うんですけれども。そしてフィッシングよいしょ。さあやりますよ。さあ使い方がよく分かってません、スラッシュアックス。よいしょ、これぐらいは分かります。おっと硬い。今のが属性解放好きだっけ、確か。よいしょ、もう一回置きます。そうか、罠しかついてないんだ。あれはガンナー防具でしたね。そしてもう一回、よいしょ、釣ります。それい。そしてもう一丁入れます。よいしょ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 、硬いですね。ちょっと強化しておけばよかったかもしれないですね。もう村長クエストもレベル4なので、ちょっとねモンスターもだんだんと強くはなっているので、こっちの武器と防具も強くしていかなければ
いけないんですけれども、このスラッシュアックスという武器は斧と剣が一つになった武器なので、今これ剣です。それぞれ違ったこうモーションなので、まあ、なかなかに面白い武器だと思うんですけれども、慣れないですね僕は。メインで使っている方は、まあ、前回の笛と同じようにあまり見たことがないですね。僕の知ってる実況者さんでも一人ぐらいしか見たことないですね、メインで使っている方は。周りでもまあメインではないけど、まあまあ使えるかなっていう風に言ってる人が数名いるぐらいですね。わあ巻き込まれた。潜りましたね。おーいしょ、よいしょ。見えない、俺が見えない。入るかな。あ、入んなかった。顔が硬いですね。おお、危ない。はい、おう。あ、これはまずい。やばいぞ。これは連チャンで死ぬとかありえないぞ。よいしょー。あ、マジか。ちょっと死にたくないので。もう一個多分爆弾を食べさせれば爆発すると思うんですけど、確かね、確かオータル2個と G2 個だってな気がするんですよね。3回目はこれで爆発しなかったら爆弾が足りなかったってことですね。ん、なんだなんだ。おっと、これはこいつを食べるんですね、きっと。ぬん。勝ってー。うまくできないんですね。下手くそなんですけど、ただ単によくわからないんですよね、使い方が。もうちょっと勉強しておけばよかったんですけど。勝てーな。こいつそんな硬いイメージねえんだけどな。あ、出た。よいしょ。あー、くそ。お、壊した。よいしょ。すごいガツンガツンいってますけど。あっと威力落ちてきました。あ、まずいまずい。おー、ナイス。運が良かっただけですけど。あー、移動ですね。こっち来ますかね。来た。よいしょ。あー、食べなかったよ。あ、食べねー、マジでか。これ食べてほしいんですけどね。
あ、食べましたね。これで、あ、きゃ、よし、3回目です。来た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 。よいしょー。一本釣り。さ、入れていきましょう。よいしょ。あ、できない。なんでできないのかがよくわからない。うん。よいしょ。あれ。やっぱり使い慣れてない武器を使うと時間がかかっちゃうんですね。おっと、動くパターンか。おっと、いい。こんなに体力あったかなこいつ。そろそろ死にますね。ちょっと時間かかってますね今回は。そんなような気がしますけど。あ、でも13分ぐらいか。そっか。どうしようかな。まあ寝かせといてもいいんですけど、行きますね。よいしょ。よいしょ。で、こっちに来ると。もうこれ追いかけるだけちょっと無駄なような気がするんで。あ、やっと落ち着いた。スラッシュアックス難しいですね。なんか毎回使ってて思うんですけど、難しいなって。なんだなんだなんだ。あっと、これはソリ飛ばせなかった。あ、消えた。あー、間に合うか。無理だった。どっちにしろ撃てなかった。切れ味が落ちてるし最悪ですね今。まあこれだけ硬いとこに攻撃ばっかしてるんで切れ味が落ちない方がおかしいんですけど。よし、ああ、ちょっと待ってちょっと待って、死ぬ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 。基本落ちたくないんで。やばい、時間かかってるぞ。よし。あっ、硬い。あ、やろ、これ嬉しくない、なんかあんまり嬉しくない攻撃だ。よいしょ、あれ。ごめんなさい、本当に使い方がわからない。ちょっと前回からグダグダな感じがしちゃって申し訳ないですね。あんまり実況では使わないようにした方がいいですね。本来ならここで仕留められるんですけど。使いにくいというか、使い慣れてない武器だとこうなりますね。
よし、終わった。あと一撃だったんですね。グデーン。なんちゅう死に方だっていう。先行流でいいんですかね。ちょっとわからないんですけれども。でっかいですね。ちょっと時間がかかってしまったのでカットを入れてるかもしれませんね。はい。はい、お疲れ様です。16分17秒。まあ、ボルボロスの時よりちょっとかかったな、ぐらいですね。あれでもちょっとちっちゃいのか。おっと、また訓練場。ウルクセス以来ですね。セーブします。さあ、帰ってきました。はい。ということで、今回はハプルポッカを、狩猟しました。まあ、教訓としては、使い慣れてない武器をあまり使うなっていうことですね。はい。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。相変わらずですね、ブログとかツイッターやっておりますので、気になった方はぜひ覗いてみてください。ということで、ここまでのお相手はミツでした。また次回の実況でお会いいたしましょう。バイバーイ。